列車は開拓の運命を歩みながら、いくつもの奇妙な世界を通過する。そして活力に満ち溢れた生命たちと出会い、美しい物語を見届ける。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは奇跡みたいなものよ。言葉を交わして、お互いを理解して、一緒に旅をする機会を得られた。この美しい確率は運命としか言いようがない。あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて本当に嬉しかったの。だから、もし旅の途中で芽生えた疑問があるなら、ちゃんと答えたいと思っているのよ。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ。孫悟のクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り、かの神の力を分け与えてもらうのは難しいと思うわ。孫悟という強い執念のもと、ベロブルグの剣僧者は数百年もの時を耐え抜いた。でも烈海の侵食が深まるにつれ、もともともろくなっていた信仰に亀裂が入ってしまった。あの大守護者カカリアはおそらく完全に孫悟の運命を放棄したんでしょうね。そんな彼女とは対照的に、あんたはあの戦いで揺るぎない孫悟の意志を見せた。その結果、クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれた。あんたが大守護者の武器を震えたのも、あの巨大な機械を操れたのも、きっとアイオーンの一別のおかげよ。大したことじゃないわ。私とベルトは今回の開拓に参加していないけど、あんたたちのヤリーロ6での活躍は全て見ていたの。仲間なら助け合うのは当然。特に私たち七死人はね。たとえ遥か遠く離れた場所にいても、列車は常にあんたの強い味方よ。そのことを忘れないで。それならはっきりしてるわ。正確よ。私の分析と推測から考えると、あの大守護者は以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず。その後に起こった悲劇は全てそれが原因でしょうね。愚かな人であると同時に、かわいそうな人でもあると思うわ。もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして、日に日に衰退していく都市を目の前にしても、脆い信仰心を握りしめて揺るがずにいられたのかしら。もちろんいいわよ。時間はたっぷりあるもの。それに関してはベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ。でも私の考えを知りたいのなら、正直とても難しいと思う。可能性がないわけではないけど、その過程は非常に厳しいものになるでしょうね。報告によれば、ベロブルグの新たな守護者は真の通った聡明な若者なんでしょう。でも何より重要なのは、彼女が今回の旅で不要な甘さを捨てたということよ。彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。でも運命は予測できないものだし、往々にして不条理だから。彼らが生きている間にある程度ヤリーロ6の繁栄を取り戻せたとしても、宇宙に潜む無数の脅威に対して彼らは依然として弱く無防備よ。私たちはただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ。性格を破壊することは不可能に近いの。ヘルタでさえ性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし、そのエネルギーが溢れ出さないように
抑制する条件を整えることしかできなかった。大守護者が敗れたことで彼女に力を与えていた性格にもほころびができたから、私とベルトもそれを抑える機会を得られたけど、列車にできるのは性格を抑えることだけ。そしてそれは根本的な解決にはならない。でもこの星の人々が一息つくのには十分な時間のはずよ。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。あんたにはその権利があるんだから。初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか。喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。開拓の運命を歩むのであれば、こうした感情は慣れるまでついて回るだろう。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ話題がつきそうだったからな。おそらく無理だろうな。以前メッセージで送ったように、性格がヤリイロシックスに与えた影響はあまりにも大きい。当分の間、ベロブルグの人々は最悪と戦い続けることになるだろう。しかし勝利の天秤は人類に傾いている。なぜなら君たちが希望という名の重りを皿の上に乗せたからだ。希望を見くびってはいけない。色も形もなく触ることもできないが、それには無限の可能性が秘められている。同じように撒かれた種だとしても、性格よりはるかに強力なものだと俺は考えているんだ。そうか、君たちは正しいことをした。無知の中で楽観的に生きていくより、知識の重みを背負いながら前に進んだ方がいい。今でも覚えている。常日頃から常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと。そこに住まう人々は知恵と勇気を持って幾度も故郷を危機から救っていた。これこそが平凡で偉大な惨禍だ。ヤリイロシックスの人々も経験の中から同じ精神を得られるように願っている。本当は俺も君たちに同行したかったんだが、姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな。君たちの行動はずっと列車の中から観測していた。何度も手に汗を握ったが、君は信頼できる仲間を得て困難を乗り越えていった。これは称賛に値する。姫子は俺と違って終始冷静だった。若者の決断を信じろと何度も彼女に言われたよ。彼女に比べて俺は大きく構えていることができなかったんだ。君との会話は得るものが多かった。さあ、もうすぐ旅が再開する。今のうちに休んでおくといい。車掌さん、たった今。し、正規の安定率の測定中じゃ。邪魔をするでない。ちょっと、冷たくない？空間パラメータ、正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が敷地に達した。発射を強化する。おお、二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。お前たちのおかげで空間の異常は徐々に回復、正規の安定率も合格ラインに達しておる。列車の車体もこの俺が隅々まで点検した。全箇所異常なしじゃ。気にするな。ヤリイロシックスには珍しい特産品はなかったはずじゃからな。それにお前にとっては今回が初めての開拓任務。
特別に許してやろう。次も忘れたら許さんけどな。次の目的地は航路会議で発表する。ワクワクしながら待っておれ。ああ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため全ての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。